ね、まあお正月なのでうちはあの喪中なんですが、せっかくなので書き初めをしたいと思います。皆さん書き初めの準備はできているか。まあ見てるだけでも全然いいんですけれども、はい。で、一応手元にはこの画線紙はがきと半紙を用意しましたが、何を書こうかなっていう感じなんですけれども、まあちょっと絵もあった方がいいかなと思ったんで、こうね、ちょっと私の画角が見えないよこれ。ちょっと待って。この文字はいらないんだけど、この文字はどれ？あ、消えた。待ってね。ちょっと絵を描くときに用にこう起き上がりこぼしとか、向こうの方にもねちらっと見ますけどだるまさんとかを置いてみましたが。何ができるでしょう。あ、ゆずはむさんおはようございます。ね、その前にね、さっきちらっと今年の編み始めをしてみましたよ。カゴ盛りで、アルパカソフトっていうのを大量9玉ゲットしてきて、これがですね、何グラム ?40グラム、36メーターなんですけど、まあ、9グラムあればベストぐらいできるかなと思って、目線で、はい。ちょっとゲージだけ編んでみました。これね、15号の、棒針ですね。15号の棒針で、ゲージが11目あったんで、なんかね、浜中のアムユーズで検索をしていて、ベストにしようか、ポンチョにしようかという感じですね。今、ポンチョの、編み図を必死に読み解いて、二目ゴム編みともや編みとメディアス編みのこの簡単なタイプを2枚編んで、まあ、剥ぎ合わせて、同じのを2枚作って、ここでくっつけて、首を出すみたいなポンチョだったらできるかなと思って、アリンデンさんおはようございます。今年もよろしくお願いします。で、これだったら、本だと92目だったんだけど、私のゲージ11目だって計算すると42目になるから、模様編みをこのパターンでいけば、ありきりできるとか言って、一人で計算して喜んでました。算数苦手なのにこういう計算は好きみたいな。はい、うまくいくといいですね。まあ、ぼちぼちやります。で、そうですね。とりあえず、何を書こうかなと。いきなり、はがきでもいいんですけど、まあ練習してからの方がいいかなと思ったんで、半紙を4つに折ると、だいたいはがきサイズなんですよね。ゆうさんおはようございます。こんな感じ、ほらはがきサイズでしょ。で、年賀状も数枚いただいたんですが、ありがとうございます。今日今来てる方のところは、今来てる方の中にはいらっしゃいませんでしたが、お返事も書かなきゃいけないなと思って、まあ寒中見舞いですけれども書こうかなと。あ、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。で、いつものごとく筆ペンはペンテルの中字です。なんか昨日、京子さんの筆文字のなんか新シリーズが出てましたけれども、あれではペンテル、あ、ペンテルだと思ったらなんか違うやつでしたね。私のはどこの、お店でも、スーパーとかでも売ってる中字です。これがね、やっぱ書きやすいね。硬い。早速書きましょうか。何を書こう。やっぱりね、年賀状のお返し、まあ、寒中見舞い。なんか、嬉しい言葉が書いてあった方がいいかなと思うので、ちょっと一回福っていう字をね、書こうかな。皆さんもお習字用意してますか？細いな、なんか。細いというか、紙がでかい。こんな感じで。あ、おめでとうございます。あ、久井さん。おはようございます。こんにちは。なんとなくこの福の字のバリエーションを考えましょうか。福をいっぱい書いて、福をいっぱい書くというのはどうですか？みんな服がいっぱい来るように。これでなんか皆さんアイデアをくださいね。見えてないな。今いっぱい服を書いてます。書き初め、そう書き初めよ。みんなもやって。書き初め、服っていうじゃ可愛いよね。あ、なんか鈴木福くんのやつなんかで見ました。少年の主張みたいなやつ。すごい可愛かった。なんかね、楽屋にね、お菓子がいつも置いてあって嬉しいんだけど、いつまでも甘いお菓子ばっかり置いとくじゃねえ。俺はもう15だとか言って、すごい主張してました。これ1個ぐらいちょっと色違うのもいいかもね。あ、かおりさんこんにちは。さちおさんこんにちは。これに1個ちっちゃいの、違う色の入れとこうか。開けましておめでとうございます。もちですけど。もちですけど。ここら辺になんか一個絵入れようか。このさ、これお友達に伝えたやつなんですけど、起き上がりこぼし。こぼしくんを一個入れとく？こぼしくんを、かくれんぼ的に。
くんねえボーボーだってボーボーだに超ウケたんだけど、これちょっと良くない、ほらいいね、こんなのどうですかこんなのもらったら嬉しいかな。このこぼしくんなかなかこう素敵なテクノカットでしょいいね、ちょっとこれ1枚書いてみようか。かわいいですかありがとうございます。またね、こっちに書くと雰囲気が違うと思うんですよ。画線紙ね。これもね、この何気に皮ついてるの見て。これも起き上がりこぼしなんですよ。いいね。書き初めライブ。そう、書き初めライブです。ビヨヨン。起き上がりこぼし。はい。書き初めをしながら、なんだっけ。あれをしたいというね。なんだ、寒中見舞いを出すという。一石二鳥な企画でございます。これはね、はい、今年もよろしくお願いします。 BGM は加湿器の音と洗濯機の回る音ですねまあ1個は大きく書いて、味のある字が書きたいな。黒い子はほぼ真っ黒黒すけ、確かに味のある字を書きましょう。モッピーさん、モッピーさんも字うまいじゃないですか。今年もよろしくお願いします。アバちゃん、アバちゃん、今年もよろしく。ちょっとね、ハンコの位置をここら辺開けといて、ここにこぼしを書くでしょ。やっぱりちっちゃくふくふくいっぱい書いとこう。ふくがいろんな方向から来るように書いとこうか。見えてないね。なかなかあそこから崩して書くというのが難しいです。そうですか？崩しましょう。崩すと世界が見えてくる。私もね、最初の時はちょっと崩すの難しいなと思ったけど、結構なんか、慣れですね。洗濯機が終わった。今日毛布を洗ったんですよね。インフルの時にずっと被っていたから。この辺にちょっと金色を一発入れておきますか。そしてここにね、さっきのこぼしちゃんを、こぼしちゃんこっち向いて、あ、結構三角だったね。この斬新な前髪、てり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 。そしてお口があって、お目目、切り長のお目目があって、そして今から大阪を出て自宅へ帰ります。慣れるまで書き込まなきゃいけないんですね。うちと同じ音を洗濯機がちょっともうちょっとなんかちょっと絵入れるだけですごく味が出ませんか自分で言うはい、にやりにやりって感じですね。2020も入れた方がいい。先に反抗すか。もう服がザクザク着ますよ。どうしようかをね、皆さん服がザクザク、うちにも着てうちにも着てって感じですけど、いいよ、お、いいね。もうちょっとかけるかな。服が新勝寺に向かってます。またお邪魔します。ありがとうございます。メイキンダイさん、おはようございます。もうすでにお手手が真っ黒黒しけですね。あ、2020落ちます。またね。はーい。あ、ハッピーニューイヤー。かつみさんですね。服がザクザク。はい、ザクザク来ました。あえて2020書かない方がいいか。いつでも飾れるように。服がザクザク。はい。はい。皆さん、三が日ですもんね。まだまだいろいろ忙しい。はい。別バージョンを書きましょう。こう、大きいのを書いて、あれでもいいか。こぼしでもいいか。お母様の絵手紙素敵でした。服だらけ。ありがとうございます。横にしてみる？横にしてここに服って、こぼし入れようか。墨が少ないのかな。
ておけ。隠したい。この起き上がりこぼしなら誰も書けますね。塗るだけだし。あの、これ、あの、練習にいいですよ。ナムさん、ナムネさん元気ですか？はい、元気です。アナナイロさん、おはようございます。元気なんですけど、顔面にパンチを食らったように大技ができているので、人前には素顔で出れません、みたいな。シュッ、シュッ、シュッ。結構眉毛がね、眉毛ちゃんぽいとですね。インクがだいぶ減っちゃって買ってこないとダメかな。このねサイっていうシリーズがあるんですけど、これ赤ね色、これなんかね、24色ぐらいまたあるんですけど、1本200円ぐらいだったかな。あのちょっと大きい文房具屋さんとかだったら売ってると思いますけど、筆ペンになってて、すごいなんか私はこう絵手紙するときには便利でいいなと思って使ってるんですけど、こんなもんかな。頭痛いの少しは良くなりました。少しは良くなってるんですけど、昨日仕事してる時に最初やっぱちょっと痛かったからまずいかなと思ったんですけど、でもなんか働いて動き回ってたらいつの間にか痛みがなくなってて、あ、もしかして治ったとかちょっと期待をしたんですが、やっぱ寝る頃になったら疲れてきてちょっと我慢しましたね。でももうどうせだったら、あの月曜日に医者に行こうと思ってるんで、月曜日まで痛い方がいいかなっていう。痛くないのにね行っても意味ないって言われちゃうからね。多少痛いぐらいの時に行った方がいいのかなっていう、ね、今はちょっとその頭がちょっと痛いのと顔が腫れてるっていうか、目のところがすごい青たんになってて、うん、それがちょっとね。それがちょっとねって感じで、あとは元気です。あのご飯も食べてるし。どうでしょうこれ。はい、お服分け。服よ来いって書いておくか。次、そうだ、4枚書かなきゃいけないんだ。年賀状が4枚来ました。もしかして今日も来るかもしれないけど、一応あの夢中だからということはね、親戚にしか言ってないんで、お友達からは来ちゃうわけですね。今の時代年賀状くれるってことありがたいことですよね。縦に書いておこうか。縦で大きく服って書いておこうか。あんまり大きくなかったな。皆さん年賀状はどれぐらい書いてるんですか？結構書いてるのかな、まだ。もうね、年賀状やめましたっていう人の方が多いですけど。おはぽっぽ、青たん、そう、青たんなんです。まさまささん、おはよう。かわいいです。服と起き上がりこぼし。ねえ、いいね。ちょっと、次、起き上がりこぼしじゃない。違うのにしようか。だるまちゃんにする？うちの姫だるまちゃんは？このね、かわいい。これね、3月に亡くなった、あ、違う、2月に亡くなった、おじさんの実家に飾ってあったらしく、片目分けでいただきました。うちがね、あの、こけし集めてるよって言ったら、あ、じゃあ持ってきなさいって言ってくれたそうです。20枚くらい。あ、20枚。やっぱ、それぐらいですね。なんか昔はさ、100枚とか100枚単位で送ってましたよね。どこにしてみようか。うまく描けるか心配ですが、まあね、雰囲気こんな感じでかな。うん、どっから描こうかな。やっぱ描こうかな。大体こうこけしを描くときは眉毛から描けと。どの巨匠も言いますね。どの巨匠も大体眉毛から描いて、お花を描いて、これでも減ったよ。うち60枚。私は10年前に辞めたら今年から全て LINE 年賀になりました。LINE 年賀。すずめさん、こんにちは。はじめましてかな。LINE 年賀。なるほど。昔はでもね、友達がすごい凝った年賀状をくれて、ちょっと飛びすぎちゃったな。あの、プリントごっこってあるじゃないですか。あの、なんていうの、こう、ガリ版みたいなやつ。あ、ちょっと待って。やばい、この髪型。ちょっと待って。あまり可愛かったかもしれない。これが言った人ごめんなさい。失敗したかな。やっぱりね、平面に描くのとね、特性に描くのはちょっと違うんですよね。振って色が出るから。ちょっと待って。なんか今すごい勢いでハートが来たような気がしたけど違った。違う、切れてるみたい。やばいな。血が吹き出てるみたいって言われちゃうかもしれない。
プリントごっこ懐かしい。友達じゃないんですけど、親戚名が出してます。プリントごっこやったわ。プリントごっこ懐かしい。懐かしいね。あ、ごめんなさい。こけしくん、はじめまして。島船の時、あ、島船さんとか来てくれたんですね。ありがとうございます。ちょっと、このこけしは失敗でしたね。これはちょっと、我が家用だな。こけしのわかる人に送ろうかな。流血だよね、これじゃね。ちょっとやばかった。やっぱこれだったら起き上がりこぼしの方がよかったかもしれない。こっちの方がいいよね。ちょっと笑った顔にはなったんだけど、流血になっちゃったな。まあ、お笑いを取ったということで。で、ここら辺今年もよろしくって書いておこうか。違う言葉にしようかな。何かいい言葉ないですかね。でも何分だ。33分。あ、もう本当にちょうど10時ぐらいから始めたんだ。すいません、かじり出し出す即問券取って楽しみにしてます。あ、七色さん人数が知りたいって言ってた七色さんでしたっけ。一応10人の予定です。私入れてちょっと落ちますね。はい、全然出入り自由でーす。さあ、服の他に何かラッキーな言葉はないでしょうか。服と着たら楽。イエーイ。はい、10人了解です。文字送らなかったらまたいつか欲しいな。はい、こんな楽は。あ、幸せか。幸せって言ってもいいね。これもなんかイエーイって感じじゃない。イエーイ、一つ目小僧がイエーイ。記事とかですかね。こうやって筆文字書けるの羨ましい。年賀状書きたくない。書きましょう皆さん、楽しいですよ。あ、楽って書いてまたこぼしちゃん入れる。こぼしちゃんどこでも出現するよって。こぼしちゃんいいよ、みんな書いて。このテクノカットでしょ。こぼしちゃん誰でも書けます。卵型書いて、ちょっとみんなやってみて。こぼしちゃん書くの、しょうもない服。ノリノリイエーイ。ノリノリイエーイですよ。あけこさん、おはようございます。ちょっとみんなこぼしちゃん通わせて。誰でも書ける絵手紙みたいな。あんこ、なんかこれイエーイって書きたくなっちゃうね。よいしょ、楽しくいきましょう。2020年ノリノリ。よいしょ。起き上がりこぼし、福島のですね。そうだと思いますよ。なんかね、これはお友達がなんだっけ、アンティーク市、飲みの市みたいな感じの朝市でたまたま見つけてくれたみたいで、この子とこの子とこの子が入ってて、あ、これもかけるか、これもかけやすいかな。ここのお家に入ってたんですよ。ちょっと謎の住居でしょ。これも可愛いけどね。これはちょっとかけようがないよね。いいね。こぼしちゃん可愛いし、でこの子もちょうどいいかなと思って、ちょっと待って、こぼしちゃんをここに入れて、これなら入るなと思って。まだあと3部屋あります。どなたか入りませんか。入居者募集中。かわいい。こぼしちゃんかわいいよね。よいしょ。なんかね、結構ひねだるまを集めていて、あれ、こっちもらったんだっけ。こっちもらったのかな。こっちもらったのかもしれない、おじさんに。おじさんの、亡きおじさんの遺品がどれだかわからない。これはね、山形の。これも誰かにもらったのかな、買ったのかな。このベコベコKMR 京さん、京子さん、白井京子さんかな。おはようございます。ベコベコベコ、ちょっと埃だらけだな。ベコベコちゃんが、ベコベコちゃんも書いてあげようか。この子は自分で買ったんです。小林清さん。山形の人が多いな。
ちょっと赤べこを描いてみましょうか。こぼしちゃん可愛い。大きいの描いて。え、大きいのってどれ？大きいのって？こっちの子？あけましておめでとうございます。結構ね、このこぼしちゃんと同じサイズよ。赤べこ懐かしい。こっちの子にいこちゃんにしようか。赤べこちゃんは福島ですね。そうですね、福島ですね。ちょっとじゃあ、この子をメインに描いて。この子を描いて、小門来福にしようか。小門来福だね。小門来福。ちょっと待ってね。先にこの子を描こうか、やっぱり。結構とんがってるね。アポロチョコ並みにとんがってるね。二人だけって言われちゃうから赤いのつけるとこれぐらいにしとこうか。で、どうしようかな。青なんてペンはないな。青はないな。薄いじゃん。なんかね、縁起がそうだしね。やっぱ赤にしとこう。大福の方がいいこんな感じでいかがでしょうか。なんだなんだ、どこから見えないな。赤べこは福島ですね。この前赤べこのガチャガチャやりました。赤べこのガチャガチャがあるんですね。お昼の支度するので失礼します。はい、一枚に大きく書く。はい、ガチャガチャやりました。首はバネでビヨンってなります。赤べこも可愛い。それは可愛いです。私も赤べこガチャ見つけたりやります。ありがとうございます。はい、こんな感じで小門来福どうでしょうか。ここどこに押そうかな。こっち側でもいいか。いいね、素敵。ちなみにガチャガチャ300円です。はい、よかったです。次なんだっけ。赤べこも書いてみる。赤べこちゃんカモン。赤べこはやっぱりどの向きかな。やっぱ見返りにする。見返り赤べこ。こっち向かないな。素敵。やっぱこっちか。難しいな。よ、前ゾム君がこれに向かって吠えてましたね。赤べこってさ、これがなんかお目目みたいだよね。紐で弱いってあるんだね。あ、金色あるからちょうどいいな。訴えかける赤べこが訴えかけます。ここで足がこんななっちって、で首が、この立体感はちょっと再現できそうにないな。
は黒い。ちゃんと書けるのかが不安。ここに丸があっての、ここに三本線があっての、人生初靴下完成間近の大晦日にラーメンして元旦から再チャレンジ、笑って編み直すぞ、頑張れ、頑張ってください。靴下を編む、偉いね。私もまた今年もちょっとやりたいけど、その前にさっきベストというかポンチョを編みたいと思ってしまったので、それをやってからかな。ちょっとこれだけ見るとなんだか全然わかりませんけれども、ゆうさん頑張って、みんなで応援。これちょっと難しいな、白は塗らないで置かないといけないでしょ。塗らないで表現しないといけないね。そしてここが赤。絵手紙でやった方が良かったじゃないかっていう気もしますが、絵手紙だったらね、重ねられるからね、色がね。全然映ってないっていう、ごめん。すんごい真剣に今書いてたのに一つも映ってなかったね。何やってんだ私、すんごい今必死で書いてたのに何にも映ってなかったね。何をやってんだこいつはという視線を感じました今。赤べこに見えますか。赤べこに見えていたらいいんですけど、こんな感じですかね。見えてましたよ。全画面にした、全画面だったら見えてたんです。すいません、全然見えてないじゃんと思って。そっか、皆さん頭いい、全画面、なるほど。こんな感じで赤べこっぽくなりました。この足のところも赤くしないか。
赤べこさんお尻にちょびっと尻尾が。はい。有名人ベイタアオさんが視聴し始めました。こんにちは。これどうしようか。これも消耗来福にする？福だけの方がいいかな。福だけの方がいいかな。なんか消耗来福を描くんだったらもうちょっとあの笑えるような絵を描かないといけないような気がして、くるくるしちゃったので入り直しました。赤べこちゃんかわいい、はい、ありがとうございます。やっぱこの時間でもくるくるするんですね。やっぱ夕方、正月はなんか夕方ぐらいがあれなのかなと、電波悪いのかなと思ったけど、ちょっとここにこう可愛げをつけました。はい、こんな感じ。何枚かけた？ 2、4、6枚。よし、ノルマ達成。早速これを今日のお昼に送れば、あ、でも今日何曜日？今日金曜日？明日ついてくれればいいんだけどさ、土曜日配達するかな。よいしょ、はい、来ました。うまい、ありがとうございます。これだったら赤べこに見えますか？赤べこだから首を振らした方がいいか、ね、首振ってちょんちょんと。はい、なんだかんだで1時間お付き合いいただきましてありがとうございます。誰か一緒に書いてくれてる人はいたんでしょうか。まあ見るだけでもちょっとは参考になったでしょうかね。こうしたなんか身近な題材でも、絵にするとちょっとワンポイントになるかなっていうことですね。今日のヒットはこちらの、あの、なんだ、起き上がりこぼしさんでした。ありがとうございます。皆さんもぜひ書いてみてくださいね。あと5分ぐらい、他に何か書いてほしい字とかありましたら言ってください。あ、さっき幸せっていう字言ってたっけ。幸せも書いてみようか。幸多かれとか幸多き、メモ帳の裏ですけど書きました。楽しい、かわいい、書いてみたくなりました。ありがとうございます。書きましょう。幸せね、あれ、幸せって、ちょっと確認。幸せってこうだよね。なんかもっとさ、この横線を太くしたいんだよね。この縦線とつながるように書くとバランスがいいと思います。はい、幸せ。
幸せが飛んでいるように見えるでしょうか。こんな感じ。お顔みたいね、お顔みたいに。お顔みたいに見えたかな。こぼしちゃん描く。ついついこぼしちゃんトレードマークで描いちゃおうかなっていう。この自慢げな顔、幸せ顔ですね。このこぼしの自慢げな顔、いいじゃないですか。はい、こんな感じで幸せ顔ね、みんな書いてみてください。はい、筆ペン何でもいいと思いますけれども、もしあれば、もしあのこれから買うんだったら、このペンテルの中字がおすすめです。ペンテルの中字、だいたい文房具屋さんとかスーパーでもこの間1本400円ぐらいで売ってました、ペンテルの中字ね。これ一応カートリッジがついてるんで、まあ、中にもインクはあるんですが、私がおすすめするのは普通の墨汁をたっぷりつけた感じですね。あ、残り47秒とかになっちゃった。はい。墨汁をすると太く描けるので、ちょっと個性的になりますし、うまく描けるような気がします。はい、アリラさんこんにちは。もう終わっちゃいます、すいません。今日ね2時から仕事なんで、ご飯食べて化粧してなんだかんだやるとあまり時間がないので、またね、やりたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。はい、皆さんに、幸せが訪れますように、良いお年になりますように。今日描いたのはこんな感じですね。